角野立バイパスは、秋田県仙北市田沢湖小松から同市、角野立町西長野に至る国道46号のバイパス道路である。秋田県仙北市羽が大交差点付近地域港、企画道路、森岡秋田道路の一部を構成し、全線が自動車専用道路に指定されている。旧道沿線は、東北の小京都と故称される、観光地である角野立が控え、 角野立桜祭りを中心とした観光客の集中や最大6%の勾配や最小半径100メートルの急曲線といった道路環境、陶器の積雪といった地域事情によって生活道路としての機能に問題が生じていた。そこで国土交通省は1997年4月に事業化し2001年2月の事業着手を経て 秋田和菓杉国体の開催に合わせて2007年8月4日に起点側の 2.6km を共用開始以来順次建設を進め2013年3月17日に全線が暫定に車線で全線開通した路線用目は次の通りであるが公式サイトと秋田県道路交通法とでは起点の住所が異なるこの道路は道路規格が 第三種第一級であるが、自動車専用道路に指定されている、全国的に稀な路線である。ありがとうございます。